ただいまから総務委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。昨日、西田誠君、加田博之君、および磯崎義彦君が委員を辞任され、その補欠として高橋光夫君、森谷博士君、および野上幸太郎君が選任されました。市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。